はいどうも、ブラッドです。5月17日木曜日、今日のエンゼルスやっていきましょう。はい、まず告知ですが、今日ですね、夜9時から2回目となります、フェリックスさんのライブ配信に出させていただきますので、ぜひ来てください。まあおそらくもうこの動画が出てほどなくしたらって感じですね。で、さらに今回はカージナルスファンのザ・カーズウォッチャーさんも配信でご一緒するということなんで、 いや、僕ね、初めて話しますんで、ちょっと楽しみでもあり、不安もありなんですが、ちょっとカージナルス打ちすぎだろっていうことを言いたいなと思います。で、告知二つ目。明日、また試合が始まります。いよいよ同地区レンジャーズ戦ですね。朝9時5分からの試合、実況応援ライブしますんで、ぜひ来てください。こっからが本当の戦いです。続いて、ロースターメーブです。 パイレーズが先日 DFA したロアンシー・コントレラスを金銭トレードでエンゼルスが獲得しました。彼については後ほど詳しくお話しします。そして前々から話してましたが、ウイルス性の疾患で足に水ぶくれができていたルイス・レンヒーホが復帰となりました。待ってました。ユーティリティでいてくれたら助かるっていうのはもちろんなんですが、今の怪我人ばかりのラインナップの中では、 上位に入るほどの打力持ってますからね。非常に心強いですし、明日からいよいよ始まる同地区対決の楽しみが増えました。頑張ってほしいです。そして、コントレラスとレンヒーホの枠を開けるために、デイビス・ダニエルとニコ・グッドラムがマイナーオプションとなっています。続いて、獲得したロワン・シー・コントレラスについてお話ししていきます。コントレラスは現在24歳の右ピッチャーなんですが、 2年前2022年のプロスペクトランキングでは全体71位に入るほどの有望株でした。そして始まった2022年、早速ですね、18先発して防御率は3.79。早速ポテンシャルを見せつけたなという実質1年目だったんですが、ただ翌2023年は防御率6.59。ブルペンでの登板も増え、そして今季は全てブルペンでの登板になり防御率4.41。 期待通りの成績が残せず5月11日にトッププロスペクトのポール・スキンズの昇格に伴い DFA となっていましたこの DFA について僕は早いなって思いましたまだ24歳という若さで2年前に防御率3点台の先発ですからねまたバウンスバックというか本格覚醒を期待して保有するのも全然ありだったと思います ま、エンゼルスの似たような境遇っていうと、ホセスアレスですね。彼は2021年と2022年、先発で防御率3点台をマークして、おっしゃ、こっから覚醒かなと思いきや、昨年は防御率8点台。そして今季は7点台と。まあ、コントレラス同様、期待されてからの2シーズン不調に陥っていますからね。で、スアレスはエンゼルスでまだ DFA されてないっていうと、まあ、パイレーツさん、 コントレラス早かったんじゃないのっていうか贅沢だねっていう感じですかねいいなって。で、ちなみに今年エンゼルス、コントレラスと対戦がありました。5月7日、エンゼルスが9対0でパイレーツを下した試合。2番手としてマウンドに上がったコントレラスはピラーにツーランホームランを浴びています。そしてコントレラスは、まあ当然ながらマイナーオプションはなく、2028年まで保有可能ということになっています。 続いて、コントレラス2022年が良くて、で、そこから2年間不調だという話なんですが、その不調の原因は一体何なのか、そしてエンゼルスは今後、それをどうすればいいのか、ということを考えていこうと思います。で、その不調の原因なんですが、僕はまず一つ、フォーシームが原因なんじゃないかなって思ってます。こちら、フォーシームの各都市の データなんですけれども、まあ、調子の良かった。二千二十二年から今期二十四年の三年間ですね。平均、急速、被打率、そして百球あたりの乱馬流。この数字、どれをとっても、成績の良かった。二千二十二年と、その後二年間と、大きく違いが出ているのがわかるんじゃないかなと思います。なので、このフォーシームを改善できれば、また二千二十二年みたいな活躍が見込めるんじゃないかなと思うんですが、まあ、もう一つ気になる数字が。 フォーシームの使用割合ですね。フォーシームのバリューが高くないにもかかわらず、フォーシーム主体の配球になってるんですよね。で、これは僕の推測ですけど、エンゼルス、ここに注目したんじゃないかなって思ってます。つまりどういうことかというと、サンドバル化を目指したいわけですね。中央の画像は、今シーズンのサンドバルの試合ごとのフォーシーム使用割合なんですが、 上から3月28日の開幕戦。で、そこからね、順番に、下に続いていってるわけですが、で、右側がその試合でのフォーシームの使用割合です。上から見ていくと、21、34、32、33、20。ま、あ20から35%ぐらい使ってたんですけれども、その次から、4月26日からはめっきり減りました。フォーシームの使用割合、7.1%、6.9、2.9、3.2%。 で、この配球の変化が如実に成績に現れてます。上の5000発では防御率が6.75、FIP は3.58。で、それ以降4000発で防御率3.42、FIP は2.01と、もうバチッとハマった感じになってるんですね。ちなみにサンドバルのフォーシームはキャリアを通じて全くランバリューは良くないです。なので、もうこれをね、まあ言っちゃえば味を占めたエンゼルス。 コントレラスのホーシームのバリューの低さにもかかわらずたくさん投げさせていたパイレーツ。これちょっとうちで配球変えればなんとかなるんじゃねっていうことですよね。ホーシーム減らすだけだったら誰でもできますからね。これはちょっと投資してでも試す価値があるんじゃないっていうことでしょうか。まあ、ポテンシャルは間違いないんでね。いや、これはね、僕、まあ、率直にエンゼルスよくやったって思ってます。 まあ全然ね、サンドバルとコントレラス、ピッチャーのタイプは違うんですけど、うまくいった事例を簡単に再現することができるんで、さっきも言ったように十分試す価値はあるでしょう。で、ちなみにコントレラスの4ーシーム以外のランバリューなんですが、こちら。まあざっくり言うと、例年はスライダーがいいんですが、今年に限って言えば、まあ少ないサンプルですが、カーブとチェンジアップがバリュー的には良いとされています。 なので今後このコントレラスがマウンドに上がるときはぜひ方ームの割合にも注目してみると面白いかもしれません。いやーぜひコントレラス頑張ってほしいですね。まあ最初はブルペンだと思うんですけどもしこれが本格覚醒につながったらゆくゆくは先発としてでしかもまだ保有年数も長いですからね。今回の金銭トレードが莫大なリターンになって帰ってくる可能性もありますので 今後のコントレラスの活躍、本当に楽しみですし、期待したいなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。Let's go! エンジョーさよならバイバイ